こんちゃ。ゆっくり霊夢です。突然ですが、皆さんは長崎県佐世保市をご存知でしょうか。長崎県北部の人口約24万人の中核市で、長崎県で2番目、九州で9番目に人口の多い都市です。ハウステンボス、九十九島といった観光地や、佐世保バーガー、レモンステーキといったグルメが有名ですね。明治時代に日本海軍の鎮守府が置かれたことをきっかけに、佐世保は軍事都市として大きく発展。戦後は海上自衛隊、在日米海軍の基地が置かれ、現在も防衛上の重要な拠点であるほか、長崎県北部だけでなく佐賀県西部にもまたがる、佐世保都市圏の中心地となっています。佐世保鎮守府は1889年、明治22年に設置されました。なぜ、佐世保に鎮守府が設置されたのでしょうか。今回は佐世保に鎮守府が設置された理由について解説しましょう。授業開始。佐世保鎮守府の設置理由を解説する前に、まずは佐世保の地形を見てみましょう。こちらは佐世保の航空写真です。佐世保湾に接していて、すぐ近くに山が迫っています。現在の佐世保は山々に挟まれた谷に中心市街地が形成され、傾斜地には住宅地が立ち並びます。このように海の近くに山がすぐ迫っているという地形は、海底が深いことが多く、大型船が入りやすいというメリットがあります。適当に図で表すとこんなイメージでしょうか。傾斜が緩やかだとこんな感じに浅いことが多いみたい。佐世保湾は九州本土、播磨島、西そのぎ半島に囲まれていて、外海辺は九州本土の俵ヶ浦半島と西そのぎ半島の間を通ることになります。湾、内海は波が穏やかであることから、船を停泊させる場所として向いています。これら3つの条件が揃っている場所は天然の良港と呼ばれ、横浜、神戸、長崎など港湾都市として発展した場所の多くは、このような地形となっています。長崎と佐世保を並べてみると、西側で海と接していることや、平地が少なく傾斜地が多いなど、結構似ているなぁ。鎮守府設置前の佐世保はどのような場所だったのでしょうか。詳しく見ていきましょう。現在の佐世保市は合併を繰り返したこともあり地域がかなり広く、遠く離れた五島列島の奥島も佐世保市に含まれています。古くから佐世保と呼ばれていた地域は大体この辺り。この動画内で佐世保という地名が出た時は、この辺りを指すと思ってください。江戸時代の佐世保は大村藩の領地だったのですが、佐世保のすぐ北側は平戸藩の領地となっていて、佐世保周辺は両藩の境界となっていました。大村、平戸から離れている佐世保は、辺境の地という感じだったみたい。江戸時代には長崎街道の分岐点であるその木から、廃棄、佐世保、佐賀、江迎を経由し、平戸の対岸、タビラ平たる平戸王冠という街道が整備され、平戸藩主の参勤交代の際にこの街道を通っていたそう。佐世保には上級役人が宿泊、休憩する施設である、本陣が置かれていました。藩主が必ず泊まることになっていた江迎や廃棄に比べると、佐世保は宿場としての重要性が低かったこともあり、大きく発展したわけではなく、乾村という雰囲気だったようです。明治時代に入り、廃藩置県によって、大村藩は大村県、平戸藩は平戸県となり、その後これらの県は統合されて長崎県となります。明治に入った後もしばらく佐世保は、農業と漁業がメインの小さな村という雰囲気でした。明治半ばに横須賀、舞鶴、呉、佐世保の4カ所に、鎮守府が設置されることになるのですが、なぜ鎮守府を設置することになったのでしょうか。鎮守府を設置することになった経緯を見ていきましょう。日本が明治時代初期だった頃、西洋列強の国々が日本周辺のアジア諸国に進出していました。西洋の国々は高度な技術や社会制度を持っていて、世界的に優位に立場にあり、かつてはアジアの超大国であった中国でさえも、西洋列強の国々によって植民地となっている状況でした。日本が西洋列強の植民地とならず独立を保てるよう、近代化を果たし経済力、軍事力などを増強することが課題でした。その国家プロジェクトの一つとして、海防力を増強するために日本をいくつかの管区に分け、諸管管区の防御や警備、軍艦の製造や修理、兵員の訓練などを行う、海軍の拠点である鎮守府を設置することになります。中国大陸、韓国、
東南アジアなどに近い九州西岸には、第三海軍区の鎮守府を設置することになり、4つの地域が候補に上がりました。長崎は江戸時代の鎖国政策が行われた時期において、唯一の国際貿易港として発展した港湾都市ですね。異国情緒あふれる商業都市として発展した長崎ですが、開国後は横浜に外国船が多く出入りするようになったことで、このことに長崎は危機感を持っていたとのこと。東シナ海と石炭の産地に高いということをアピールし、鎮守府の誘致に積極的でした。平戸は長崎県北部に位置する島で、鎖国前は国際貿易港としての役割があった町です。また平戸藩の城下町としても栄えました。佐世保鎮守府の設置前までは、平戸が長崎県北部で最も栄えていた町でした。伊万里は佐賀県北西部に位置し、陶磁器の積み出し港として栄えた港町です。伊万里も鎮守府の誘致に積極的だったとのことです。これら3つの候補地はすでに町が形成されていて、ある程度の人口がありましたが、佐世保は農業と漁業がメインの乾村でした。1883年、海軍軍人の東郷平八郎、肝付金行らを乗せた軍艦が視察のために佐世保にやってきました。その時、肝付金行は海、陸の両側から佐世保湾を見て一目惚れしたそう。佐世保湾は大きな軍艦を十分に停泊できる広さがあったこと、この時の佐世保は乾村であったために用地買収がしやすく、軍港の設置場所として良い条件が揃っていたみたい。長崎は商業都市としてすでに発展していて人が多かったこと、平戸は城下町だったため人がある程度住んでいたこと、伊万里は水深が浅めだったということもあり、最終的に鎮守府の設置場所は佐世保に決定しました。このような経緯で第三海軍区の鎮守府設置場所として選ばれた佐世保。1889年、明治22年、7月1日に佐世保鎮守府が開庁し、佐世保は軍港都市として発展していくことになります。海軍関連施設で働くために全国各地から佐世保に移住、特に佐賀県からの移住者が多かったそうですよ。鎮守府設置前までは人口数千人だった佐世保は、順調に人口が増加。1902年4月には村から町を経ずに市制施行し佐世保市が誕生。この頃の佐世保市は人口約4万人だったそうです。その後佐世保市は周辺の町村の編入を続けていき、地域が拡大します。1903年には鎮守府造船部が再編され佐世保海軍工廠が誕生。利根、夕張、明石などの軍艦が佐世保で建造されたほか、三笠、加賀、赤城などの軍艦が佐世保で修繕されたこともありました。また堀井、高射砲台の建設が行われ佐世保の要塞化が進んだほか、後に、新高山登れ、の無線を送信することになる、針尾送信所が針尾島に設置されます。九州ではトップ5に入るほどの都市に成長した佐世保市ですが、1945年3月に米軍による空襲で佐世保市街地は壊滅、その後8月に終戦を迎え、日本は敗戦国となりました。戦後は日本海軍が解体されたこともあり、佐世保鎮守府は廃止されます。旧軍港支転換法の適用もあって、戦後の佐世保市は平和産業港湾都市としての道を歩み始め、佐世保港は貿易品の取り扱いや、燃料補給のための船舶の出入りが増えるなど、商港として再出発しました。朝鮮戦争が勃発すると、佐世保の港湾施設は国連軍に接収され、朝鮮への出撃、補給拠点となり再び軍事的役割が強くなり、また朝鮮戦争休戦後も佐世保は米海軍の基地がそのまま置かれ、佐世保は米軍と大きな関わりを持ち続けることになります。このこともあって現在も佐世保湾の約8割は、米海軍の船舶の航行が優先される海域となっていて、漁業などの活動には制限がかかっています。また1953年には海上自衛隊佐世保地方総監部が設置されたほか、海軍工廠だった場所の大部分は佐世保重工業 SSK となり、SSK では現在は海上自衛隊、米海軍の船舶の修理を手掛けるなど、現在も軍事都市的な性格を持っていると言ってよいでしょう。このような軍事的な部分とどのように関わっていくかということが、佐世保市の大きな課題となっているようです。なぜ、佐世保に鎮守府が設置されたの？については、西欧列強の脅威に備えるために海防力の増強が必要となり、中国大陸、東南アジアなどの国々に近いこと、
軍港として地形的に良い条件だったこと、用地買収しやすいこと、などの条件が佐世保には揃っていたため、ということでまとめていいかしら。というわけで今回は佐世保鎮守府について取り上げてみました。投稿主は佐世保にとても思い出があるらしく、佐世保の街紹介もいつか動画にしたいとのことです。よろしければ皆さんも佐世保に興味を持ったり、実際に訪れてみてくださいね。というわけで授業はおしまい。ありがとうございました。